皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、元天才子役な、こちらの女優のフィギュアです。シノコ、ポップアップパレード、アニマかな。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。元天才子役で D 小町のセンターである有馬かなが、思わず手に取ってしまうお手頃価格なフィギュアとなりました。やりました！推しの子という作品に、有馬かなというキャラがいるんですけども、子役出身の役者の少女で、子役時代から被っているベレー帽がトレードマークです。童顔で可愛い容姿であるんですが、皮肉屋で毒舌家であり、感情が高ぶると強い言葉が出ちゃうんですよね。子役時代は10秒で泣ける天才子役と評判だったんですけど、ルビーにジュースを舐める天才子役と間違えられていたりするんですよ。旬が過ぎて仕事が少なくなっていて、その反省で協調性を身につけて我を通さず、作品の品質貢献に努めるようになったんですよ。ルビーとアクアから新生 B 小町に加入されて、いちごプロダクション所属のアイドルになります。ルディとメブチョの二人があまりにも歌が下手だったので、しぶしぶ新生 B 小町のセンターを担当することになるんですよ。アカアに対して恋愛感情を持っており、いつか自分の推しやると決意します。ちょろくて流されやすいので推しに弱く、頼まれると断れないという弱点があります。同い年であり、同じ子役からの女優でもある黒川茜とは、お互いをライバル視していて、恋愛関係でも恋方となってしまうんですよね。そんなにマカナが、今度ポップアップパレードのフィギュアになるみたいなんですよ。そばにかかっておくことで、あなたのためだけに実力ある演技やライブパフォーマンスを特別に見せてくれるかもしれません。ファンサービスだ！おなじみの制服を身にまとい、ベレー帽をかぶった姿で立体化されていますよ。スラッとした体型に制服などもしっかりと再現されています。赤髪や制服のカラフルさも丁寧な彩色が施され、美しさも楽しめると思います。にっこにっこに。制服やスカート部分のちょっとしたシワの表現も細かく作り込まれています。今にも動き出しそうな躍動感も伝わってくるかもしれません。あなたのためだけに魅力的なライブパフォーマンスを見せてくれそうです。しんどい。推しが頻繁に狂気をくれるのとあたいしんどい。お部屋の机や棚、それに職場のデスク周りなどに飾っておけば、いつでもそばにかなちゃんがいてくれる気分を楽しめると思います。デスク作業や PC 作業の可愛くて頼もしいお供にもなってくれるのではないでしょうか。あなたの日常空間をかなちゃんが可愛くて楽しく彩ってくれること間違いなし。だってそれが愛だろう。かなちゃんの美脚はすべすべで柔らかそうに彩色されていますね。その太ももで膝枕をしてもらい、かなちゃんのぬくもりや柔らかさを味わってみたいものです。ローアングルからスカートの中をじっくりと拝みたくなっちゃいます。そういうの大嫌いなんだけど。また別売りのアクアやルビーのポップアップパレードと並べれば、より作品の世界観が味わえます。いちごプロでのコミカルなシーンなども蘇ってくるかもしれません。かなちゃんをお気に入りの場所に飾ってあげてください。さあ満足させてくれよ。こちらのフィギュアは7月に発売です。そしてお値段は4170円です。このフィギュアをお迎えしたら、かなちゃんをあなたのおそばに飾って SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。